お笑いコンビダウンタウンの浜田雅俊、さんを夫に持つ、所有の小川夏実さん。自宅は世田谷区の成城にあると言われていますが、その自宅をブログで公開しました。小川さんの年収はどれくらいなのでしょうか？気になる愛犬のチワワや愛車などについてお伝えしていきます。小川夏実のプロフィール、本名、浜田美奈子、生年月日、1962年12月30日。出身地、東京都調布市。最終学歴、桜水商業高校卒業。所属事務所、吉本興業。特次、小川夏実の自宅は正常だが別居している。小川夏実、世田谷の自宅をブログ公開で話題。小川夏実の年収。小川夏実の愛犬、小川夏実、愛車は鍵だけ紹介。小川夏実の自宅は正常だが別居している。ダウンタウンの浜田雅俊さんの妻で女優でタレントの小川夏実さん。芸能界屈指の成功者夫婦ですよね。二人の自宅は超高級住宅地の成城にあり、そのエリアでもひときわ大きな家に住んでいると言われています。しかし2023年現在はその自宅に小川さんは帰っておらず、超高級賃貸マンションを借りて住んでいるらしいという噂もあります。夫婦で引っ越しをしたわけではなく、小川さんだけが高級マンションで暮らしているらしいです。具体的な場所は明かされていませんが、都心の高級マンションだと言われています。おしどり夫婦と思われていたお二人ですが、実は仮面夫婦だったのではないかとも言われているようです。実際のところはどうだったのでしょうか？2014年に夫の浜田さんがグラビアアイドルとの不倫をスクープされてしまいました。浜田さんが仕事用と言って借りていた都心のマンションが、実はグラビアアイドルとの半同棲生活をするためのマンションで3年にもわたり不倫をしていたというスクープでした。でも、そのスクープが出た時小川さんは即座に大人の対応をして、浜田さんを支えことなきを得ました。小川さんは何度も繰り返す浜田さんの不倫には寛容的なのかと思われていました。さすが芸人の妻は器の大きいと感じた方も多く、好感度も上がりましたよね。でも、やはり我慢をしていたのかもしれません。都心の超高級賃貸マンションで息抜きをしているのかもしれませんね。世田谷の大豪邸には夫の浜田さんが暮らしていますし、離婚もしていませんのでほとぼりが冷めた頃に戻るのではないでしょうか。小川さんも引っ越しをしたとは公表もしていませんので、マンションと世田谷の家と行き来しているとも考えられますよね。大きな成功をした夫婦なので、自宅がいくつあっても全く不思議ではないでしょう。小川夏実、世田谷の自宅をブログ公開で話題。小川夏実さんの夫はダウンタウンの浜田雅俊さんで、お二人の自宅は世田谷区の高級住宅地の成城にあります。家はものすごい大豪邸だと言われています。俳優の小沢幸俊さんは浜田さん小川さん夫婦の自宅は、カリオストロの城、かと思うほどの家で壁の高さは30メートルはあると話すほどの大豪邸だそうです。これを聞いただけでも、どんな家に住んでいるのかと気になってしまいますよね。大スターの暮らす家はどんな家なのかずっと気になっていた方も多い思われます。近年小川さんが SNS などで自宅を公開する機会が何度かありましたので、その SNS を見ていきましょう。体操、小川さんがインスタグラムで紹介していた、自宅にあるというオリーブの木です。自宅のシンボルだと綴っていますが、確かに背の高いオリーブの木ですね。
俳優の小沢さんが浜田さんの自宅の壁は30メートルと言っていましたが、さすがそれは大げさですが、でもこの木の後ろ側は自宅だと思われますので、木を植えるほどの家であることは間違いなさそうですね。内装、小川さんが自身のブログに掲載していた自宅の中の写真です。天井の高い家だということがわかります。この日のブログの題名は、やっぱり自宅が一番、だったのですが、部分的な写真ですが、こんな広々とした自宅ならどんなホテルよりもくつろげますよね。想像以上に現代風なおしゃれな雰囲気ですね。小川さんはお手伝いさんを雇ったことがないということで、掃除や洗濯は自身でこなしているようです。この日は出張先から帰宅したことと、家の掃除や洗濯は夫の浜田さんや息子がしてくれたと書いてありました。浜田さんが掃除や洗濯をするなんて思いもよらないことが判明しました。家の中の至るところには植物が飾られていて、とても素敵です。観葉植物が多くて癒される空間ですね。素敵な絵がずらり。小川さんのセンスの良さが伝わってきますね。自宅のテラスや玄関、小川さんは植物を大切に育てていて、その美しい姿をたびたび SNS で紹介しています。たくさんの植物は自宅の広々としたテラスですくすくと育っています。この日は自身のインスタグラムで植物の植え替えをしたことを報告しています。小川さんはとてもマメな女性のようですね。忙しく仕事をしている中で、お手伝いさんを雇わず自身で世話をしているのには脱帽です。それにしてもスターの家のテラスの広さにも驚きますね。そして、テラスの夜の様子も投稿していました。大きなモミの木にランタンがかけられています。よほどの広さのあるテラスでなければモミの木を置いてしまったら窮屈に感じるので、小川さんの自宅テラスはかなりの規模なんですね。ハロウィンの時期の自宅の玄関の様子です。白に統一された玄関とドアに、ハロウィンのオレンジ色の装飾が映えますね。自宅のすべてを撮った写真は掲載されていませんでしたが、一部分をくり抜いてみただけでもやはりスターの自宅はスケールが違いますね。家の全体が見てみたくなります。小川夏美の年収、小川夏美さんは世田谷区成城に自宅を持っていながら、都心には高級マンションを借りているようです。かなり多い年収を想像してしてしまいますよね。年収は公表されていませんので、いくらもらっているのかは不明です。舞台やテレビに出演されていますし、SNS などでも充実したプライベートの様子をお見受けするので、推定で1000万円の稼ぎはあるのではないでしょうか。夫でダウンタウンの浜田雅俊さんは過去に何度も芸能界の高額納税者として名前を連ねていましたので、世帯年収は億を超えています。小川夏美の愛犬、小川さんは愛犬をたびたび SNS で紹介しています。2023年現在はトイプードルを2匹飼っています。名前はトコちゃんとリボちゃん。小川さんはかなりの愛犬家で過去にもトイプードルを飼っていて、残念なお別れもありました。2022年にはキョヌちゃん、2021年にはデニーロちゃん、2014年にはタバサちゃんとお別れをしています。SNS では小川さんの愛犬たちの様子がたくさん紹介されていて、愛情の深さを感じます。小川夏美、愛車は鍵だけ紹介。小川さんは車の運転が好きだとブログに綴っています。ストレス発散のためにドライブをするようですが、どんな車に乗っているのかは不明です。車の名称は書かれていませんが、愛車の鍵は投稿していました。やはり外車を運転しているのでしょうか。
車の日焼けは、チャッキーのようです。これでは怖すぎて誰も近寄れませんね。